さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介しようまで終われません。続きましてはミッキー&フレンズよりグーフィーやってまいりましょう。グーフィーね、はい、色が変わりましたよね。まあ登場当初っていうのがこの黒色のグーフィーということだと思うんですけどね。はいね、グーフィーといえばやっぱりもうスポーツ万能で長身で、そして子供までいるというね、もう唯一じゃないですか、グーフィーがその最大者っていうのはね。あとはそのお付き合いしてるカップルではありますけどね、まあラブラブな感じはしますけど、うん。でグーフィーに関しては個人的にはミッキー&フレンズの中ではまあちょっとまあそこそこポイントをこう狙えるキャラなんじゃないかなとは思いますね。ミッキーとかは中央なんで、まあ消せるそのつむす的にはあまり変わらないっていうところかもしれないんですけど、まあまあそのランダムでやっぱり消すっていうところが他のつむのその並び替えとかっていうのも助長しやすいと思いますんで、比較的そのミッキー&フレンズの中ではまあまあレベルの高めな、まあポイントを狙うんだったらグーフィーがいいんじゃないかなとは思ったりするんですけどね。うん、まあ、ドナルドとかはね、どっちかっていうとそのタップをこう一個一個することによって消していくツムになりますから、まあそういう意味でいくと、まあ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 、なんて言ったらいいんだろうな、うん、なんだったっけ、あ、そうそう、コンボスを狙う分にはいいと思うんですけどね。まあポイントはやっぱり一個一個ツムを消す単発なんで、あんまポイント稼げないですから、そういう意味ではまあなかなか厳しいところはあると思いますね。で、あとグーフィーのいい点っていうのは、そのミッキーのツムだと真ん中にツムが集まってない、要はそれを真ん中を消しちゃってる際なんかには残念ながらちょっとね、あまりポイント稼げないんですけど、グーフィーの場合ランダムなんでね、どこにあろうが関係ないって状況に関係なく10個から12個消してくれるっていうことなんで、まあ、非常にその分では使い勝手がいいかもしれないですね。ということで次回お会いしましょう。バイチャ。